女よ。春安子恵子お二人から今花束の贈呈であります、これは両選手に対しまして、UHB から贈られているものであります。 UHB 杯オールパシフィック選手権試合、これから60分一本勝負が始まろうとしております。何か前の試合のこともありましてね、安子恵子さん2人ともなんとなくリングに上がるのが怖い怖いという感じで、おっかなびっくりの、花束の贈呈でございます。ご苦労様でございました。ありがとうございました、はい。さて今チャンピオンベルトがチャンピオンのジャンボポリから返還されております。今日はレーラーに会にとりましても大変大切なタイトルマッチということになります。コミッショナー宣言です。スリーダンディー競技の結果、本日の試合をオールパシフィック選手権試合と認定します。昭和51年6月15日全日本女子協会コミッショナーを呼びます。ただいまより UHB 杯オールパシフィック選手権試合60分一本勝負を行います。赤コーナーオールパシフィック選手権117パウンド、ジャンボコリン。名前の通り本当に大きく成長いたしましたジャンボコリン。陽気なハワイ娘がなんとなくですね、沈んだというんじゃないんでしょうけども、心に秘めるものがあるんでしょうかね。まあはい、どっちもそうでしょうね。堀は今日はあれでしょう、新しいガウンって、はい、そうでしたね。レイラには今日電話してるんですね、はい、村とか。あ、そうですか、ね、はい。で必ずね、はい、スリーダブルのタイトル取って帰る、はい、どっちか取って帰ると、はいはい、いうことをなんか電話で言ってましたでしょう、ね。あ、そうですか。この回で出なかったんですよ。日本には今回が6回目の来日であります。18歳でデビューいたしまして現在25歳、まあ、NWA の看板ですよね。そうですね。で僕はね、今日心配したのはマッキンタイヤ、はいはい、そうですね。明日次の札幌の試合にも考えてるんですよね。ああ、そうですか。まあ、しかしできたらこういったオフェアのタイトルマッチですからね、1対1の本当にいいフェアな試合を期待したいものであります。ゴンが鳴りました。頑張れチャンピオン。今日は松永審判部長が両者をさばいております。チャンピオンがジャンボコリ、拍手を強制してますけどもね、そう簡単には拍手できませんですよね。しかし今日は本当にレイラニ会の態度がいつもとは違います。だいぶ緊張してますよね。緊張感がね溢れてますよね、表情に。あーっと、これは完全に完全な空振りであります。さあロープに振りました。あーっと、逆にしかしキックであります。この野郎、この野郎、日本語も上手くなってまいりました。この野郎だって日本語全部わかる。全部あのが弱点だね。なんかしそうだった。あれするよ、この野郎。ジャンボ、何か序盤勢いに乗れなかったような感じであります。そうですね、こんな試合で済むと面白いですか。ちょっと今空振りが出ました、
ここはジャンプにとっても反撃のチャンスであります。よう飲まれた感じ。そうですね、あーっと思い切ってね、よしよしよし、これは自分の体重があるだけに相当効いたようであります。さあまた抱え上げました。あーっと後ろに落としました。しかしこの2人の試合は上田さん、重量感に溢れてますね。迫力がありますよね。はい、どっちも大きいですからね。本当ですよね。80キロ以上の巨体であります。あーっとカウントが今ね危なく3つ入りそうになりました。カウント2であります。この試合は60分一本勝負の UHB 杯オールパシフィック選手権試合であります。早くも真っ白な肌が好調してましてね、背中はもう真っ赤という感じになりました。レーラ2回であります。堀はこの試合に備えて相当練習したんですけどね、はい、あんまりその練習というんですか、気を飲まれすぎて、もうなんかこう規制を制せられて、なんかこうあれですね、もう少し自分のペースに乗れないですよね。なるほどね。松崎さん、はい、今ジャンボと戦っているレーラニカイナですね、はい、まあ日本に来る外人選手の中では今一番強いというんでしょうか。そうですね、なんかモンスターのこういう勝負でしたね。ああいうことあるですか。ああいうことあるですか。反則です。反則ですよね。反則なんですよね。平気でやってるんですよね。援護射撃やってるわけですよね、大事だから。やっぱり選手権だからいい試合してもらいたいですよね。本当にもっといけ、もっと見て、一対一でやってもらいたいんですけどもね。お客様の方が先に教えてますけどもね、ちょっとレーラ2回体勢が悪くなりますとサットマッキンタイヤが出てまいります。この件は今日はジャンボ堀にとっても大変であります。まだブラック軍団のですね、デビル正美選手の方は口は出してますが手は出してませんね。やっぱりこの辺はコミッショナー通達ですね、はい、一切手出していけないと。あ、その時点で反則の負けを宣言するぞと。なるほど、厳しい通達が出ておりますが、これはうっかりしてましたですね、こんなに頻繁にリングの中に入ってくるとは思いませんでした。マッキンタイヤおとなしかったですもんね、ご覧ください、徹底的に足を攻めております。これが一番いいでしょうね。そうですね、動きを封じようという作戦であります。おっと、ハーズだけね、ハーズだけですね、はい、ハーズが今日見せました。もう一つ勢いであります。あ、これは、まあ、レーラー2回体重があるだけに ね、 そうですね、相当苦しいでしょう。あっとカウント、カウント3のところだったんですけども、今どうもデビル正美選手がねアシストしたような感じでサッとロープに足を持っていきました。どうもね、ブラック軍団というのは外人の方を贔屓してるんですよね。やっぱりそうですね。しかも今向こう側にいる選手はですね、ブラック軍団のドンでしてね、はい、綺麗な顔してるのにね、ちょっと見たらいいですね。ね、あらあら、また乱闘ですよ。マッキンタイヤーがどうも入ってきますんでね、室蘭市の体育館のお客さんも入ってます。さーっと2人攻撃、これじゃあ2対1ですね、やっぱりあれですね、あさってのタイトルマッチの横エースも入ってますね。そうですか、2人でそういうコンビネーションのね、勉強してるとこういったところもあるかもしれません。僕はしてますね。あ、そうですか、マッキンタイヤーちゃんはこういうことしないする選手じゃないんですよね、あんまり。そうですよね、やっぱり親分の方の試合だから余計あれがあるんでしょうね。なるほどね。 3WA のタッグの世界選手権がね、今度はあさって札幌で行われますけども、これはレーラン会と組んでね登場するわけですからね、この辺の旅行作戦かも分かりません。この辺のところを今日は上田晋司コミッショナーは盛んに強調しているわけであります。それしか考えられないんですよね、僕が見てる範囲では。そうですよね、まあ、抜け目のない外人選手のことですから、うん、今日の試合を大いに利用しようということでしょう、うん、しかしレーラー2回にしてみればですね、ここはまた日本から一つね、チャンピオンベルトをアメリカに持って帰る絶好のチャンスとはあるわけですよね。まず NWA の選手としては 3WA 選手とタイトルに挑戦するチャンスは日本以外ないわけですからね、はいはい、アメリカは絶対できないんですよ。さあ今ぶつかり合いですけども、ジャンボコリの方がどうもレーラー2回に負けてませんですね。ご覧ください、ね、これは大したもんであります。偉い偉
以来。さあ、またカウントが入った。押した押した押した。どうかどうか。またマッキンタイヤが入りました。あれなんかもう思い切った反則と言いますかね、考えられません。あっとまた場外であります。ジャンボコリ場外であります。盛んにヤスコ慶吾さんがね、怖い怖いを連発しながら逃げてますけども、場外になりました。あっと今度は向こう側であります。いやー、場外乱闘ではやはりジャンボコリはね、ああ、ゆっくりですね、また来たか。あっと今度はレイラニカイが待ち構えておりました。場外乱闘でも2人がバッチリとコンビを組んでおります。これはもう完全に 3AA のタッグのね、予行演習と、そういう感じがいたします。そうですね、今日の室蘭市民体育館であります。さあ14になりました。15であります。カウントが続いている。おっとカウントを数えている。今審判部長を投げ飛ばしました。これはいけません。そして上がろうとしておりますジャンボコリの指をね、踏んでるんですね。手を踏んづけております。徹底的なもう反則行為。ジャンボコリ怒っている。これは無理もありません。レーラニカイ今日は手段を選ばずという感じであります。ロープをまた利用いたしました。レーラニカイのラフ攻撃、これはきますよ。ラフ攻撃、珍しいですね。レッドランがこんだけ反則をどん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 使ってくると、やはり外人選手のですね、チャンピオンベルトに対する執念でしょうかね。そういうのもあるんでしょうね。とにかくあのタイトル戦ということになりますと、外人選手の方が日本人に比べると目の色を変えてくるというか、そういった傾向ありますよね。今日はしかも盛んにですね、ああいったあの踏んづけの仕方で、あれいけないんですよ、やっちゃ。これですね、そうなんですよね。もっと早くあの、ああどうしたんでしょうかね、あれちょっと見えないんですか、松永審判部長は。ああ、たっ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 た。見えてる。あれは反則。ああ踏んづけるぐらいじゃね。はい。今度は神手だ。これは完全に反則ですよね。はい。お、お。何かね、独特のレイラニカイのポーズであります。ステップを踏むような感じ、得意満面という感じのレイラニカイでありますが、足を伸びがかかりました。また入ってまいりました。いけません。どうもね、マッキンタイヤが余計な人か、こういう感じになってまいりました。さあ背中合わせびっしょりであります。ジャンボもう一回どうでしょうか。後ろから落としました。ここはジャンボホリ大きなチャンスを迎えました。ここジャンボホリのチャンスであります。髪の毛を掴んでいる。連続したジャンボホリの攻撃でありますが、またもレーラニカイの足がロープにかかっております。どうも今日はあのポジションがね、今一つであります。ポジションが悪いですよ ね。だからまた場外戦であります。どうもマッキンタイヤーとやってましてね、目つぶしにやっているようであります。これはどうしたことでしょうか。どうですかね、これだけエキサイトしたんじゃどうしようもありません。マッキンタイヤーが何か試合をやっているような感じで完全にエキサイトしております。場外戦、椅子に叩きつけました。いやー、おっと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 、あー椅子を持った、椅子を持ったようですよ。あーこうしてやられましたですね。椅子でやりましたですね。ああまたやった、徹底した恐怖攻撃でね、もう高等席はめちゃめちゃという感じになりました。高等席はめちゃめちゃであります。さあサーティーになりました。これどうなんですかね、え両者場外カウンターズというケースも非常に濃厚になった。今度はジャンボ堀、あーっと徹底的な攻撃、ああお返しであります。お返しやってるやってる、ジャンボやってる、早く上がらなくちゃ、カウンターズになる、聞こえないのか、セブンティーン、エイティーン、早く上がらなくちゃダメですが、どうか上がれるか。今上がりました。さあナインティーンであります。今ゴングであります。レーラニカイは上がれません。場外乱闘が逆目に出たようであります。場外カウントアウト、場外カウントアウト、
ジャンボ堀選手タイトル防衛に成功いたしました。あやはり失血ですね。椅子攻撃でどうも額を切ったようであります。さあ血を見て怒った。これはねどうしようもありません。おびただしい出血であります。とうとう血を出してしまいました。令和2回であります。しかしタイトル防衛はすでに決定しております。はい、ジャンボ取りますと返すという感じですね。はい、虫がいっぱいよ。何か最後は春康と恵子さんとね、令和2回にやや同情の声を出しておりますけども、はい、今日は出血のですね、どうやらタイトル戦になったようであります。こんなたびたびあるんですか。ジャンボ、もうよくあるんですけど、よくはい、いや、血なんか見たないわ。勝ちました、ジャンボ堀選手には、チャンピオンベルトの、認定書が、コミッショナーより贈られます。これからまず認定証の授与であります。上田真嗣コミッショナー。ジャンボ堀田の花川全日本女子プロレス協会主催の選手権試合においてチャンピオンになりますので、これをここにこれを認定します。今日はご当地年2月2日全日本女子プロレス協会の選手です。全身汗びっしょりであります。ジャンボ堀見事にタイトル防衛に成功いたしました。そして松永審判部長からチャンピオンベルトを巻いてもらいます。UHB 県選挙区長の小野光さんより UHB 杯のトロフィーが贈られます。そして UHB 会であります小野光選手の選手より今トロフィーがジャンボ堀選手に贈られたところであります。強豪レーラリ会を見事に下しました。ジャンボ堀選手のタイトル防衛戦でございました。